真実はいつも一つ、金玉はいつも二つ、 AKB48 は48人じゃない、たった一つの真実も見抜けない、見た目は子供、明日は大人、その名も名探偵コナン。いった VAMPI。 どうもパンピです。はい、ということで今日も早速視聴者さんのリクエストに応えていきたいと思います。本日の動画は江戸川コナンでしたか、アムロさんのお前じゃねえよ、アムロさんのこだわりサンドイッチです。コナン実写化なんですけども、もうコナンはね、アニメは見ないけど映画は見るっていう人がねたくさんいるぐらいね、本当に映画が大人気なんですよ。なんで今日はねちょっと映画あるあるをね 2,3 個言いたいと思います。コナン映画あるある、なんかよくわかんねえけど絶対一回は大爆発が起こる、あるある、コナン映画あるある、ラーンって叫びながら高いところから飛びがち、あるある、コナンの映画の中ではだいたい大爆発、ラン、そしてなんやかんやラン助かる、あるある、マジマンジマジマンジ、一体俺は何をやっているんだ。はい、ということで今回使う材料はこちら、こちらを使っていきます。シャキシャキレタス、脂身の少ないハム、賞味期限が近いパン。お前ら今ただのサンドイッチじゃないかって思っただろ。あめ、甘すぎる。いちご牛乳にあんこ投入するぐらいあめんだよ。いいか、今回重要なのはその調味料とこだわり抜いた調理方法、絶対うまそうって言わせてやるよ。ってことで早速やっていこう。はい、ということでキッチン来たんで早速やっていこう。ショートコント、コナンの意外な最終回、ラーン。どうしたのコナン君、ずっと言いたかったけどずっと言えなかったことがある。実は俺が新一なんだ。コナン君、そんな冗談ひどいよ。本当なんだな、俺が新一なんだよ。クソ、どうしたら分かってもらえるんだ。あ、そうだ、俺見た目は子供のままだけどあそこは新一のままだから、ちょっとこれを見てくれ。キャッ、もうコナン君何してるの、もう。あ、新一。はい、では早速作っていきましょう。まずはこちらのハムの表面にオリーブオイルを塗ってあげましょう。ピン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 、とりあえず塗ってあげましょう。続いてソースを作っていきます。マヨネーズ大さじ3杯にこちら隠し味で味噌を小さじ1杯入れます。これがねめちゃめちゃポイントです。味噌とオリーブオイルはものすごい相性がいいらしいです。な、このソースめちゃうまい。ソースが出来上がったら続いてこちらのレタスをお風呂の温度ぐらいのお湯にさっとくぐしてあげます。そうすることでねシャキシャキ感が増すらしいです。豆乳少しの間浸したらね、お湯を捨てましょう。続いてこちらの食パンをあったかくなるぐらいまで蒸していきます。これも斬新な調理工程だよね。ちなみに僕は蒸し器がないんでフライパンに水を敷いてお皿を敷いてその上にパンを乗せてます。ファイヤー。はい、パンが温まったなと思ったらね火を止めましょう。めっちゃふわふわ。これが、これが意味があるのか。はい、パンが温まったらこちらのソースを塗っていきます。うまそう。ソースを塗ったらその上にハム、その上にレタス、最後はパンで挟んで耳を切ってあげます。はい、そして綺麗に盛り付けたら完成です。アムロさんのこだわりサンドイッチです。うましょう。いや、こだわってるね。見てください、この濃厚味噌マヨネーズがたっぷりついたシャキシャキレタスとオリーブオイルが香るハム、早速食べてみましょう。いや、これ絶対うまいでしょ。はい、では早速いただきます。聞いた今の音、シャキシャキレタスに味噌マヨネーズがめちゃめちゃ合うんですよ。そしてこのふわふわのパンとねオリーブオイルが塗ったハム、もう完璧なハムサンドです。これはマヨネーズだけじゃ出せない濃厚さをね味噌が出してるから、この一口口に入れた時の満腹感っていうんですか、もうそれが違うんですよ、充実感が。わかる、このカメラの距離で伝わるシャキシャキ音、もうね俺の耳はねもう工事現場並みにうるさいですよ、シャキシャキすぎて。今のは持った、ラスト一口。はい、ということで完食でーす。調理工程こだわってる分ね、ちょっと作るのめんどくさいけど、でもね食べたら報われるほどねめちゃめちゃ美味しいんでね、皆さんもぜひ作って食べてみてください。はい、ということでまだまだ実写化動画たくさんあるんで、関連動画や僕のチャンネルからぜひ他の動画を見てください。高評価とチャンネル登録お願いします。高評価とチャンネル登録お願いします。ってことでまた会いましょう。またな。皆さん気づきましたか、僕が髪を染めたの。そしてチャンネル登録してない君、
チケットを買わずに映画館行ってるようなもんだぜ。ぜひチャンネル登録よろしく。